彼は今眠っている状態です。修行僧のような姿勢のまま目を覚まし、数時間起きたかと思うと24時間も眠り続けます。当然です、記憶が完璧にないのですから。死から蘇生した後の学習能力は正常です。英単語も30ほど覚えました。しかし自分の名前が空城丈太郎であることは理解しません。肉親のことも娘の写真を見ても何の反応もありません。脳波も心電図も全て正常だ。しかし筋肉の数値が落ちている。記憶が全くないということは、当然生きる目的というものも彼には存在しないというわけだ。そうなるとあっという間に筋肉が退化していく。対策は？ドクター。わからない。記憶を取り戻すしか方法はないのかもしれない。ドクター、彼の頭部に触れないで！怪我をしたぞ。手当てを。すみません、ドクター、注意するのを忘れていました。スタンド能力を出したのか？ええ、しかし記憶ゆえではありません。本能的な防御反応です。ジョリーン、いや、なわけないよな。お前のことは